川端です。よろしくお願いします。今回は中学入試の問題となります。これを計算しなさいという問題なんですけれども、もちろんですね、この 37,037×84 を筆算で計算したり、30×81 を筆算して計算したくはないですよね。じゃあ、どのようにして計算するかということなんですが、注目はですね、まず、ここに81がね、2つありますよね。で、これはですね、この数からですね、81を3030回引いて、さらに81を7007回引いたというふうに考えてください。ってことはですね、81を結局何回引いたのって考えると、3030足す7007。つまり、これ計算すると、37037になるんですけども、81を37037回引くというふうにして考えてください。そうすると、この式はですね、37037×84 引く、81×37037×9 という具合になります。そしたらですね、よく見ると、また、この37037っていうことね、同じ数が出てきましたね。これはですね、37037が、84個あるよと。で、また37037が81個あるよと。じゃあ、37037が何個あるかと。84-81 で3個ありますよね。37037かける、まあ、式で言うと、84-81。そうすると、ここ計算すると3。つまり、37037×3×9 と。で、こっからね、まあ、ちょっともう普通に計算してください。で、ただですね、まあ、掛け算どんな順番でやってもいいんですけど、3×9 で27×ってやるとちょっとめんどくさく、実はなります。この37037ですが、これね、3を掛けるとですね、結構いい数出てくるんですね。7321、サザンが9。7321、サザンが9ということで、1、10、100、1000、万、10万。つまり、111,111ですね。っていうことは、111,111×9 は、結局、999999ですね。1、2、3、4、5、6と。1、10、100、1000、万、10万。999,999というのが答えになるよということですね。まあ、このね、分配法則をうまく利用して、計算していくと、そうすると、綺麗な答えになってたと、そういう問題だったということです。こちらに書きましたが、オンラインのね、個別指導を私やっております。今ね、もう入試直前ですけども、まあ、例えば中学校3年生ですね、もう過去問の演習やってると思うんですけどね、過去問のね、解説見てもわからないとかですね、残り2ヶ月で何とかしたいとかいう方はですね、まだまだ、家庭教師の生徒を募集していますので、ぜひですね、概要欄からですね、ホームページに飛んで、連絡お待ちしております。以上で解説を終わります。では。